先生ってさ、教師に向いてないかも。宮本洋平と、あ、まだ決まってないんだけど、宮本美代子、その夫婦は離婚届から始まった。私は今日まで生きてみました。子育てが終わったタイミングが一番嬉しいよ。熟年離婚、こんなものあったけど何なんだ一体。ドッキリか何かが。ダメだ、うまくやれる自信が全くない。年を取ってからも愛し合ってる夫婦なんていくらでもいますよね。宮本さん、ラブラブな季節はあっという間に終わるんだからね。宮本さん、自分のやることをきちんとやったから言いなさい。はあ、おなんて言えばいいかな。お母さんに。俺に聞かないでよそんなこと。見ちゃったんだ離婚届。俺に不満なんだろ、言えばいいだろ。不満はないけど不安はあるの。なんだよそれ。俺がどれだけ我慢してるか分かってんのか。あなたってさ、結婚に向いてないよね。好きにすりゃいいだろ。不倫しかありませんね。僕はそういうのでしょ。宮本さんじゃなく奥さんの方が。覚悟を決めるしかないのか。伝えろ宮本洋平。恋妻家宮本。俺はお前が好き。